百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のガレです。やってますか？うおー！今日はちょっと大人向けの話だね。剣道と年齢について、よくね、質問をいただくんですよ。大人で剣道やってる人で、比較的初心者の方から。普段稽古やってて、若い子、学生さんなんかにバンバン打たれるんです。どうしたらいいですか？やっぱり学生さんに打たれると傷つくんですよね。わかります。やっぱりセンスがないのかな？子供の頃から剣道やってなかったからダメなのかな？今からだともう間に合わないのかな？本当にお気持ちわかります。そんなあなたには、白井さん紹介します。白井さんは剣道やってて、皆さんと全く同じ経験をしたんです。それで本書いちゃったの。その白井さんの書いた本のタイトルっていうのが、兵法道しるべって言って、それで書かれたのが、天保4年。天保4年っていうのは、江戸時代の終わりの方、1833年、今からなんと、186年前に皆さんと同じ経験をした人がいるんです。このことから、剣道っていうのは昔からずーっと同じことやってるんです、今まで。昔の人も今の人と同じように当たらない、うまく打てない、悩んでたんです。そして年齢によって剣道が変わってくるっていうのを実感されてるんですよ。そんなこと考えながら聞いてください。今から186年前に書かれた本です。兵法道しるべ。世間に剣客は星の数ほどおるが、若い間体力の旺盛なうちだけならば、それはあたかも鶏の蹴り合いのようなものとちっとも変わりがない。こんなことに20年も精力を傾けたとは、なんと愚かなことをしたものだ。ああ、我謝れりと気づいた。それからというものは、私は剣道を見ることが嫌になり、楽しい思いをしたことがなかった。それがちょうど私の28歳の頃であった。いかに名人とはいえ、この年ではとても剣は使えまいという期待に、私は胸を躍らせつつ構えた。私は得意の技で直ちに相手の配管に迫ろうとしたが、どうしたことか寺田先生の商用として迫らず、静かにかざしている木剣が私の頭から全身を覆うようで、そのものすごい気合に圧倒され、体は萎縮し、汗のみ流れ、夢を見ているようで、手足の置きどころとてなかった。私は思わず木剣を投げ捨て、口頭として先生がその声明を得たわけを尋ねた。寺田先生は、剣正五道の他はないと言って、順々として私の修行の非なる点を指摘された。私は初めて従来の疑問が評価したような気がしたので、改めて高手門下に加えていただいた云々。昔からずーっと200年もやってることだったんだね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるひょー。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで、見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。